ドの飯よりスニーカーが好き。どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました。デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでですね、今日もニュースが入ってきましたよ。ザイオン・ウィリアムソンがですね、なんとジョーダン・ブランドと契約しましたね。とうとう八村選手と一緒ですよ。すごいですね。ってことはやっぱりザイオン・ウィリアムソンのシグニチャーモデル、俺はなんか2年目ぐらいからナイキがねドカンで出しそうな気がするんですよね。まぁ、ちょっと今なんか膝やっちゃってね、まぁ、どうなのかって感じですけども、あとは世界選手権がですね、どん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 ちょっとテンション落ちてきたなって感じがしますね。まあ今日のニュースで言うと、ダミアン・リラードとデローザンがアメリカ代表辞退するってことで、まあこのチャンネルでも結構言ってるんですけども、まあ辞退するのはもう予想通りなんですけども、結構な人が辞退しちゃうと、もう3軍、4軍とかもオールスターにも1回も出たことないような、まあなんかちょっとそのチームで活躍してるような選手でアメリカ代表を組んでくると、ちょっとね、見応えがね、落ちちゃうなって気はするんですよ。まあ確かにね、シーズンに重きを置いてるのはわかります。まあだからハーデンとかもね、そんなことよりもロケツ優勝させてぜみたいなね、ウェストブルックもそうなんですけども、まあそれはわかります。だからね、まあオリンピックになっちゃいますね、これはね。世界選手権ってね、みんなね、アメリカの方々ね、結構ね、軽く見る感じが、まあ毎年そうなんですけど、なんでもしかしたら、まあ今回もね、若手中心、で、まあ、形成されているアメリカ代表なのじゃないかなってちょっと思います。まあ、それでもちょっと、まあ、強いとは思うんですけども、まあ、でも優勝できるかどうかっていうのはちょっとまた微妙になってきますね。まあ、最近各国も結構強いんで、まあ、ちょっとそういう意味で楽しもうかなとちょっと思っております。ということでね、今日も紹介したいと思います。今日紹介するスニーカーなんですけども、こちら、はい。もう僕のチャンネル見たことある人はわかると思うんですけども、まあ、書いてありますね。これ、ポール・ジョージ。ってことでね、開けてみたいと思います。はい。はい、出ました。今日紹介するスニーカーはこちら、PG3NASA。ということで、イエーイ。ということでですね、今日はね、こいつをね、もう発売ほやほやですね、紹介したいなと思います。まあ、ポール・ジョージのね、前回の NASA、オレンジとシルバーのやつなんですけども、まあ、このチャンネルで紹介してるんですけども、これの、まあ、NASA で言ったら第2弾ということですね、もうシルバーって形で、はい。まあ、後でちょっと、後ろに貼っとくんで、まあ、ポール・ジョージの説明を見ていただけたらなと思うんですけども、まあ、確かにね、宇宙飛行士っぽくて、かっこいいんですけども、全体的にシルバーでね、まあ、まあ、ちょっと、いろいろ英語書いてあるんですけども、これは、前に説明してるんで、ちょっと省かせていただきますね。で、この、多分サイズによって、後ろの、このヒルのね、文字が、これはNASAになってますけども、このタンのやつも多分違うと思うんですね、今回も。前回もそうだったので、これは、なんだ、サイズがね、9ですね。9だから、9はアポロ2になるのかな？まあこんな感じで。はい。で、やっぱこれ見た、まあ率直な印象なんですけども、やっぱ第1弾の方がかっこよかったですよね。やっぱオレンジとシルバーがあんなに綺麗にマッチすると僕も思わなかったんで、で、今回は全部シルバーということで、どうやらこれは、イメージ的には宇宙人、グレイを、グレイかな？イメージしてるらしいんですよ、どうやら。でも、それをイメージするんだったら、もう、ダンクとか、あとオールスターモデルとかで、宇宙人モデル出てるじゃないですか。だから、ああいう、なんかマスコット的なやつを、まあ、この辺とかに入れてくれた方が、なんかそれをイメージして作られてるって感じがしますよね。まあ、ダンクで言うと、ロズウェルとか、あとは、NBA オールスターで出た、エリア72のやつね。僕が一回ここで紹介してるんですけど、あれとかの方が、どちらかというと、ちょっと宇宙人っぽい気がしますね。はい。で、こいつの最大の特徴はですね、まあ、これ、アウトソール見ていただけるとわかるんですけど、なんかちょっと模様ついてるじゃないですか、これ。で、これは何をイメージしてるかというと、はい。まあ、月の側面、月面ですね。月面をイメージしてると言われております。で、さらに言うと、ここのメッシュ部分ですね、が、リフレクターになってるらしくって、月面がここにリフレクターで描かれてるらしいんですよ、どうやら。なので、ちょっと今回はそれを一瞬見てみたいなと思います。行ってみましょう。はい、ということでね、ちょっと光を当てて、リフレクター確認してみたいと思うんですけども、はい、ちょっと見えますね、これ。このメッシュのところが全部ね、リフレクターになってて、月面になってるんですよ、月面に。肉眼だと見えるんだけどな。あ、ちょっと見えるね。見える。そうそう、これ。これ。これなんですよね。よいしょ。おぉ。難しい。リフレクター。そうそう。あー、ギリギリだな。肉眼には見えてるんですけどね、結構。こう。そうそう、これ。はい。はい、ということでですね、ちょっと見づらかったんですけども、ここは確かにですね、肉眼ですと、ここにね、月面。まあ、リフレクター、
あの光を当てるとリフレクターになってて、月の側面が出てるような感じなんですね。でもこれって結構ね、みんな知らなくて、でそれこれを知るとまあちょっと意外とかっこいいんじゃないかなと思って、夜とかね光当たった時にすげえ反射してかっこよくなると思うんで、まあそれがあったとしても、まあ第1弾の方が僕はかっこよかったんじゃないかなと思うんですね。まあこの辺とかもね、やっぱ宇宙飛行士っぽくてかっこいいんですけどね、実際問題。あ、これ普通にこうやってるとこリフレクター、今の状態でもリフレクター見えるな、なんかちょっと軽くね見えてんな、確かに。もうこんな感じでね、だからこの状態でもやっぱりかっこいいなとは思いますけども、やっぱり僕はそうですね、一番の方が初代の方がかっこいいかなってちょっと思っちゃうな。そうね、宇宙人入ってたらな、俺買ってたな。ということでね、今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介したスニーカーは PG3 第3弾でした。